やってんのかなと思ってたら、ね、やってるようですね。あの光がピカ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 光って、今日はね、西八っていうところに来てます。ちょっとね、ぶらっと歩いてたらね、気になるお店を探しまし見つけました。あれ、こちらでございます。やってんのかなと思ってたらね、やってるようですね。あの光がピカ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 光って、でお好み焼きが500円でたこ焼きがね200円っていう、ちょっとね気になるお店に入ろうかなと思います。カラオケですね。昼間、夜は、なんかカラオケ、やってて、今はなんか、そういうお食事処になってるみたいです。ちょっと。じゃあ入ります。なんすかね、なんか情報系の YouTube やってて。これ、あれですか、夜は、なんていうんですかね、そういうカラオケ。今夜がもうお客さんが少ないから、はい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 、やってないんですよ今は。ああ、なるほどね。なるほど、そういうことなんですよね。やっぱ夜は、はい、なんていうんですかね、セット料金みたいなのあるんですか。いや、でもここ自体が親がやってて、それで、まあ、ここ自体はもう多分900円でも多分他に比べてすごい安いところだと思って。500円。いや、飲み物もう普通にジュースだと300円なんだよ。あ、そうなんですか。そう。安いですよ。じゃあ今も注文できるってことですか。あ、全然できます。あ、じゃあコーラを一杯お願いします。じゃあちょっと。ちなみにここも行けたりするんですか。うんうん、ラーメン行け。まあ、いいですか。あ、お願いします。はい、合わせて。たこ焼きだけだったらちょっと申し訳ないんで。申し訳ないの。いや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 、もう。ちょっとね。まあでもあれですよね、簡単なやつですよね。ですよね。ですよね。まあでもあれですよね、もうなんかみんなが集まってみたいな、なんかちょっとアットホームな感じですよね。はい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 。なるほど。じゃあちょっといただいたコーラをいただきます。チューハイが350円なんですね。チューハイが350円なんですね。すごい安いですね。ありがとうございます。いいですね、なんか。いただこうかなと思います。あ、柔らかっ。こんな感じです。
簡単な感じですけど、まあ、200円食べれるだったら十分だと思います。うん、全然悪ないですね。悪くないですね。これでもほんまにシンプルに作っただけなんですか？あ、そうですか。やっぱ場所って、場所と雰囲気大事ですね。若い人がすごく久しぶりで。あ、そうですか。あ、そうなんですか。でちなみに夜やってる時はやっぱ夜深夜2時とかぐらいですか？おじいちゃんたち早いんで、もう10時とか11時です。ああ、普通の飲食店さんと同じぐらいですね。そうそうそう、眠たいって言って帰るんで。じゃあまたあの復活する時はあるんですか？あるかもしれないですね。うん、そしたらまた、うん、その前にちょっと来ますね。じゃあ、はい、また飲みましょう。はい、すいません、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。すいません、また来てください。ありがとうございます。はい、どうも。ちょっとまた、はい、ごちそうさまでした。はい、よし、ごちそうさまでした。おっとっと、渡ろう。ついついね、長居してしまいました。まあね、簡単なね、インスタント系みたいな感じですけど、全然悪くはないですね。チューハイとか350円とか、もう基本的に多分簡単な感じなんですけど、安くいただけて、まあいろんな話できたりする楽しい場所です。ちなみにテイクアウトもね、できるらしいので、興味ある方はぜひね、行ってみてください。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら、編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。